はい、こんにちは、レッドスノームです。今回なんですけども、請負の報酬について解説いたします。民法633条と634条ですね。で、633条っていうのは、まあ、請負がどういったものなのか、で、634条が請負の報酬についてのルールとなっております。で、まず請負って、どういったものなのか、請負契約ってどういったものかっていうと、注文者と請負人の契約なんですね。で、注文者は報酬を請負人に払います。で、一方で請負人は注文者から依頼された仕事を完成させる。まあ、この二つを約束するんですね。請負人は仕事を完成させる義務を負いますよ。注文者はそれに対して報酬を支払う義務を負いますよ。これを約束するのが請負契約なんですね。で、まあ、一番わかりやすい例で言うと建築請負いいですかね。例えば会社員の方が、自分が持っている自己所有の土地に建物を建築したいといった場合、まあ、建設会社さんに頼むわけですね。建物を建ててくださいって、まあ、頼むわけです。で、建ててもらう。これ、建築請負契約なんですね。この場合、注文者は会社員です。で、一方で、建築会社さんが請負人になります。で、請負人は、建物を建築する、建物を完成させる。まあ、これが請負人の仕事になってくるわけですね。で、この場合、じゃあ、報酬っていうのはどうなるのかっていうと、まあ、原則引き渡しがない場合なんですけども、これは仕事が完成した後に報酬を支払う。これが原則なんですね。ただ、今の事例で言うと、建物を引き渡す引き渡し物がありますよね。そういった場合っていうのは、建物を引き渡したと同時に報酬を支払うっていう同時履行の関係になるんですね。ここ注意してください。引き渡しがある場合、仕事を完成させた時に報酬を支払うのではないよ。こことここが同時履行の関係じゃないんだよというところをちゃんと頭に入れておきましょう。あくまでも引き渡しがある場合っていうのは、引き渡しと同時に報酬を支払うといった流れになりますので、ここはしっかり頭に入れておいてください。で、続いて、仕事の完成が、まあ、中途半端、途中だった場合の話です。その場合、報酬がもらえるのかどうかっていうのが続いての話になります。丸1、丸2、まあ、これ後でお話します。の場合において、請負人がすでにした仕事のうち、過分な部分の給付によって、注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。で、この場合、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求できる。このように規定されているんですね。で、1番、2番ってどういった場合かっていうと、注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。2つ目が、請負が仕事の完成前に解除されたとき。まあ、この場合ですね。この場合に、まあ、途中、仕事が途中であったとしても、その途中までの部分を注文者に給付する。まあ、給付するって、まあ、引き渡しをするっていったイメージで大丈夫です。引き渡しをすることによって注文者が利益を受ける。まあ、そういった場合っていうのは、その利益を受けた、注文者が利益を受けた部分の割合に応じて報酬を請求できますよ。請負人は注文者に対して報酬請求できますよ。っていう話なんですね。で、過分な部分ってどういったイメージかっていうと、例えば、翻訳100ページを注文者が請負人に対して依頼しました。請負契約を結びました。で、そのうち20ページだけ、請負人が完成させました。といった場合、この20ページだけでも注文者利益を受けるっていう場合もありますよね。100ページのうち20ページだけでもやってくれたっていうのであれば、この部分だけでも利益を受けるといった場合は、その部分、20ページ分だけ報酬を請求することができますよっていったことです。例えば、100ページの翻訳について、まあ、100万円だったと仮定した場合、20ページってなったら、じゃあ20万円だけ報酬請求できますよと。まあ、いった内容になるんですね。まあ、こういったものが過分だっていう話です。で、丸1、丸2においてって書いてあるので、ちょっと1番、2番を確認しておくと、注文者の責めに帰することができない事由で仕事を完成することができなくなったとき、まあ、これは例えば自然災害とかですね。自然災害が原因で仕事を完成することができなくなった。請負人が仕事を完成することができなくなった場合。まあ、こういった場合、中途半端な引き渡しになったとしても、その部分だけで注文者が利益を受けると
いうのであれば、その部分は報酬請求できるよっていう話ですね。で、二つ目が、請負が仕事の完成前に、まあ、解除された場合、まあ、これ理由を問わないんですよね。例えば、請負人の履行遅滞が原因で解除になった。そういった場合でも報酬請求できるんですよ。請負人が原因で解除になったといった場合でも、それによって注文者が利益を受けるというのであれば、その部分は払ってあげてくださいねって言った話なんですね。まあ、それは当然ですよね。まあ、解除となっても利益を受けたというのであれば、その部分はちゃんと払いましょうっていう話です。なので、ここはちょっと注意が必要なんですよね。請負人が原因で契約解除になった場合でも報酬請求できるんですよね。注文者が利益を受けるというのであれば、報酬を請求することができるので、この点はちょっと注意しておきましょう。まあ、試験でも出る可能性があるかなっていう部分ですね。引っ掛け問題で問題作りやすいので、この辺はちょっとしっかり頭に入れておきましょう。あとここですね、引き渡しを要する場合、報酬を支払う時期っていうのは目的物の引き渡しと同時に報酬支払うんだっていう、ここが同時履行の関係にある。まあ、これはしょっちゅうね、試験にも出てくるので、まあ、これはちゃんと頭に入れておきましょう。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。